岡ソフトバンクホークス対東京ヤクルトスワローズ。バッターは2番に入っている柳田。ソフトバンク同点のランナーが出ています。マウンド上のピッチャーは小川。ランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。キリコジャストミート抑えてワンアウト。ワンアウトランナー2塁と変わっています。バッターは6番丸。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。打った、ライトが追いかける。そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。卓球高田。バッターボックスは4番バレンティン。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました、サード取った、これで3アウト、試合終了。ソフトバンク打ちに打ちました、大量リード。